KHB スポーツ応援宣言。宮城のサッカーを全力で応援、サッカーの楽しさを届けます。キックオフ宮城。明治安田 J2 リーグ岩下に今シーズン最多1万9007人の観客が駆けつけた首位の清水を迎えての一戦。その大歓声に押されベガルタは開始早々の前半4分、この位置から中島先制点を奪います。その後同点で迎えた後半7分、相手陣内でボールを奪うと中島がクロス、そのこぼれ球を長澤、大きな大きな勝ち越しゴールを奪います。ストップ。マセ選手の切り替えですかね。前向きの2人に対してはイニ選手は認知してると思うんですけど、これだけの人数行ってたらマセ選手は別にサボってもいいというか、行かなくてもいい。人数的には子3対3の状況なんで足りてるんですけど、マセ選手がここは後ろからつくことでまた4対3になって再度また攻撃に移れたっていう風な点で、非常に重要なプレーだったかなと思います。ここでストップ。中島元彦選手がここでクロスを選択したっていう風なことがもう一つ重要なポイントで、この外に1枚いてこの2枚がいるので実質的にここ3対3なんですよ。いいボール入りましたし、彼らの入りも良かったので結果的にそれがこぼれにつながったかなと。入ってなかったらこの選手もここまで戻ってないで、ここでセカンドボール拾えたんですけど、あとはラッキーです。首位清水に2対1で勝利。今後の戦いに勢いがつく勝利となりました。続いてはベガルタの選手と県内サッカーキッズがビッグターゲットに挑戦。その名もターゲット300ゴール。1人10球蹴ってその合計点で争います。そのうち1球だけ蹴ることができるゴールドボールが得点が2倍になる高得点を狙うチャンス。ただし100点のすぐ下にはマイナス50点の的もあるから気をつけて。現在のベガルタ選手ランキングトップ3はこちら。1位は190点のゴーケ選手。今週のチャレンジャーはベガルタ仙台遠藤康志選手。遠藤選手は仙台出身、今シーズンはキャプテンも務めています。2月に放送したターゲット300チャンピオンシップでは八木山サッカースポーツ少年団の高橋選手とタッグを組み、まさかの0点に終わりました。俺のせいで負けたらごめん。前回より1点でも多く取りたいと思います。ゼロ点やからな。でもマイナスあるから、今回マイナスあるから1点でも多く、はい、右の50。あ、いや嘘やろ。よっしゃ、もう俺もう OK。 最初30はでかいっすよ。じゃあ次こそっちの50狙います。うますぎる。それはうまい、それはうまい。はあ、そっちダメなんだ。そこの20、左の20、左ね。うまいよ。今も100ですよ。100。ここまで100点の遠藤選手、5球目と6球目は連続で外してしまいます。八木山の子見てくれてるかな。成長したよ俺。多分イラついてるっすよ。なんで去年ゼロやのにって言ってます。お子さんが見てるという。そう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 、すられんねえみきょんきょん見てるからこれ。じゃああっちの50もう一回。うわー、うますぎる。うますぎる。なんなんそれ。
と40点以上で1位に。現時点で2位踊り出た。もう蹴んなくてもよくない？いや。とりあえず20点いくか。20点。うわあ。残りは2球。狙うのは？じゃあ101回やってみるわ。やっちゃった。やっちゃったね。100点になってもうだ。これで100点狙いやすかったの逆に。じゃあ当ててくださいよ。これ100点取ったら1位。300ですよ。すごくない？はい。行こう。当ててくださいじゃあ。行きます。はい。これを決めてダントツ1位に躍り出るか？ベガルタの選手と県内各地のサッカーキッズがキックターゲットに挑戦するターゲット300ゴールド。ベガルタ仙台遠藤。ここまで100点。ラストは得点2倍のゴールドボールで1位を狙う。いきます。あ、惜しい。方向合ってた、方向合ってた今。うわ、ラストは失敗したものの遠藤選手の得点は100点。3位にランクイン。選手が選んだカードのテーマに沿って自由にトークを繰り広げるこのコーナー。今回トークを繰り広げるのはプライベートでも仲良しだというこちらの2人。一体どんなトークになるのかな。最近した大きい買い物。大きくはないんですけど、あの服買いに行ったりするのが好きなんで、あの最近半袖と半ズボンのちょっとセットアップというか、あのめっちゃ軽い素材の、まあ、結構服の値段にしてはまあ結構買ったかなっていう感じです。はい。この前誕生日だったので自分への誕生日プレゼントみたいな感じでメガネ、サングラスっていうんですかね、あるサングラスじゃない、あのそれ、はい、まあまあしました、ね、結構あの1年目で結構高卒の割には結構お金あの使ったりするんで、はい、すごいなと思います。厳しいですか。なんでその2人来たんですか。もう見てる人が一番分かってる。あ、うん、一番分かってる、一番分かってる。厳しいな。厳しい。厳しい。ちょっとどうしたどうした。遠征の必需品、まあ高校時代からそうなんですけど、あのホテルのシャンプーとかが使えないタイプなんで、美容系っていうんですか、そういう、まあのは必ず持っていきます。意外とちゃんと化粧水とかもやるし。何意外と。この見た目でしっかりやってるんで、はい、偉いなと思います。僕はスピーカーですかね。なんかその持ち運びできる、シャワー浴びてる時とか、あの夜寝る前とか、なんかちょっとまあその状況によってなんかその音楽かけてリラックスしながら過ごしてるんで、まあその持ち運びのスピーカー Bluetooth 繋いでっていうのはあの毎回持っていってるんで大事なものかなと思います。なんかさっき言うがめっちゃ気合入ってたそうだ。入ってねえよ。入ってねえよ。先輩としての姿見せないとみたいな。めっちゃ気合入ってます。楽しみだな、もうや。マジで面白いんだろうな。全然面白いんだろうな。楽しみ楽しみ。よし。俺らがあんの？いや、マジでないっす。マジでないっす。やばそうだな、ここ。マジで。みんな言うやん。なんでこんな言われるんですか？通った人全員に。よろしくお願いします。アウェーの水戸戦といえば
やっぱり2009年の11月2度目の J1 昇格を決めたあの試合が一番の思い出です。試合後に選手とサポーターの方たちが喜び合っているのを見ると私も本当に感動しました。今回はその思い出のスタジアム、何としても勝ちましょう。そして次のホームゲームは8月17日鹿児島戦です。ポケモンキッズカーニバルイン岩下が開催されます。皆さんこちらもどうぞお楽しみに。成長したんでもう大満足です。ヤギヤバの子も見てくれてたかな。ありがとうございました。